国立大学法人愛媛大学付属高等学校は国立大学法人愛媛大学が設置する高等学校で愛媛大学教育学部付属中学校との連携型中高一貫教育を提供している。2008年設立で総合学科を持ち四国で唯一の国立高等学校。2015年にスーパーグローバルハイスクールに指定されている。 本校は2010年3月まで設置されていた、愛媛大学農学部附属農業高等学校、愛媛県農業学校として創立、愛媛県最古の農学校が、源流となっているが、研究対象を、農学、生命科学に限らず、理学、工学、環境学など理数系全般、また人文系にも拡大し、課題発見、解決能力を要請することを目的として、 本校への発展的改装が決行され、2008年4月開校。前身の愛媛大学農学部附属農業高等学校の施設を引き継ぎ、広大な農地を所有している。また、広大な農地を用いた実践的な教育により、生徒による柑橘類の新品種開発や IT を駆使した新農法の発明等の実績も残しており、 そのような愛媛県最古の農学校としてのフロンティアスピリットを受け継いでいる。国立高等学校では筑波大学附属坂戸高等学校とともに総合学科を設置している。愛媛大学と広大連携プログラムを実施しており、大学における専門教育の基礎科目を学ぶことができる。理習系列として、生命科学系列、物質科学系列、教養文化系列、 社会文化系列を設けており、この中から選択する。学力だけでなく、実践型教育を行い、自ら課題を見つけ解決する力を身につけることを目標としている。地域の発展を牽引する人材の養成を目指す、愛媛大学の理念を受けて、地域と関わる中で、自らの課題を発見し、その解決を目指す、学びの力を培うことを、その教育目標としている。 そのため、本校では大学と協力して行う連携授業や多くの体験プログラムを用意している。大学における専門科目を高校のうちに基礎がめすることを目的とし、そのため普通科ではなく総合学科を設置している。これにより、飛躍的にカリキュラムの自由度が向上しており、履修する科目の大半を生徒自身が主体的に選び、 課題発見、解決型の取り組みを行うことができる。1学年120名の少数精鋭による教育を行っている。自分の能力を見出し、学ぶ力を育む高校教育をキャッチコピーに、多様な広大連携科目、選択科目をカリキュラムに組み込んでいる。1年次から徐々に発展、充実させていくスパイラルアップ型教育システムを採用している。 生徒自身が自らの専攻分野を決め、それに基づいて履修するカリキュラムを構築する。進度については、ほぼ全員が4年生大学を志望し、そのうちの半数以上は設置大学の愛媛大学、または地元の松山大学に進学する。国公立大学の内訳は、愛媛大学、広島大学、岡山大学、香川大学など。私立大学の内訳は、 松山大学、慶應義塾大学、立教大学、同志社大学など、愛媛大学全学部との広大連携授業愛媛、大学たるみキャンパス内に所在する。高等学校設備はそのうちの1から3棟、4棟、及び運動場、体育館、部室棟、テニスコート。キャンパス内に立地する、大学生協、アグリンと学生食堂を利用できる。 高等学校の IC カード学生証で電子マネーが利用できる。学年定員は120名。一般入試の競争倍率は非常に高く、初年度は4.4倍、2期生以降は3倍前後である。ありがとうございます。